はい、高橋七重から、からもう私が赤いベルトを両国国技館でアルファヒューメルから取った瞬間に、あ、避けては通れない道ができたなというふうに思ったというか悟りまして、それがまず高橋七重を超えること、高橋七重から防衛すること、それが出てきたので、そういうことを含めて初代王者のイメージ、もちろん初代王者が作った今のスターダムの赤いベルトの歴史、今ある歴史を作ったのはほとんど高橋七重、礎を築いたのは高橋七重なので、そういった部分もありますけれども、自分の中で、あ、ここは絶対に通って行かなきゃいけないし行きたいって思ったところが高橋七重なので、これ高橋七重っていう言葉が出てきました。もちろん初代ワールドオブスターダムチャンピオン高橋七重、はい、でしょう。1年半以上ベルトを巻いていて、それで7回防衛戦も行って、こうあとは内容とか、こうその間に築き上げてきたものだったり、そういうものがまだ皆さんの中にも残っているであろうと思いますし、そのやってきたことがあるからこそ今回のタイトルマッチが決まった時に、こう私を後押しする声も大きいなと思うんです。はい、日常、日常、私はスターダムに同期っていうものがいないんですよ、うん、スターダム初の後楽園ホール大会でスターダムにやってきて、そこからずっと参戦してるんですけれども、私が丸6年で今7年目なんですけれども、うん、すごい微妙な中間なんですよね、うん、そのだから上の人にも、上の人そんな多くないんですけど、うん、上の人にももちろん勝つ気でいるし、うん、で逆に言ったらスターダムのデビューしていろはだってそうだし、両国でデビューしたばっかりなのにシングルでは勝ったことないし、うん、他にも相川優月だって白いベルトをかけて負けてしまってますし、もうスターダムって本当にすごい団体で、世代闘争、それは永遠です。私はもっともっとバッチバチに歯向かってボコボコにされてて、そういう勢いはまだ正直感じてない、うんうん、まあ、時代が変わっているっていうのはあると思うんですけど、じゃあこう要は未来という言葉を使ってますけれども、その未来という名のこうなんていう形を私にぶつけてほしい、うん、そう思ってます。下克上、私が、まあ、防衛するの想定として防衛した時は、うん、それすなわち下克上が成功している瞬間だと思いますね、うん、まあ、赤いベルトのチャンピオンになった瞬間から高橋七重を超えることが課題としてあるっていうふうに言ったんですけども、もうそれがさっきも言った通りものすごくハードルの高い課題に、でもやらなきゃいけないし、やった時は自分で言うのもおかしいかもしれないけど、それはもう本当にすごいことだと思うんですよ。なんか絶対見えてくる景色が変わってくると思いますよ。もちろんスターダムの中だけじゃなくて他団体にやりたい相手ってのはいるんですけど、まずはスターダムの勢力図が変わってくると思います。高橋七重からベルトを引っぺがすより、白井伊代からベルトを引っぺがす方が簡単だぞって、うん、逆に下の子たちに言ってやりたいです、うん、言ってはいます、ね、簡単にはさせませんけど。
安定、いろんな意味があるんですけれども、はい、スターダムっていうのは、はい、女子プロレスで一番こう戦いがあると思って私は思ってるんですけれども、はい、でもまあキャリアが若い子にスポットが当たることも多いし、こうなんかスターダムいいんだけどまだまだだよなみたいな声も聞くことがあるんです。でこうそれをこう道しるべをはっきりさせることによってより安定させていきたい、自分がトップに立ってここを目指してくれればいいんだよっていうものをもっと大きく示して、そうすることによってより安定していくのではないかなと思いますし、自分自身もその座に安定していきたいですし、こうそしてその高橋真奈対白井で何を見せれるかまだ分からないですけれども、内容と結果それが伴ってないといけないと自分は思ってるんですけど、そこで見せられた先にあるものはやっぱ安定なんじゃないかな、強いものナンバーワンが勝つっていうのは当たり前のことでしょう。だからそういう自然の摂理というものをこうここ最近こう何をこう信じて進めばいいかよくわからない女子プロレス界っていうのはあると思うので、大丈夫、私を見てくれればいいよっていうのも。高橋七重と戦わなきゃいけないし超えなきゃいけない壁だとは思ってはいるんですけども、やるのがなんかすごい切ないんですよ。もし万が一ですよ、負けることがあればこう高橋七重のキャリアとかひっくるめて高橋七重はもしかしたら終わってしまうのかもしれないと